指令の話重く受け止めなくてもいいぞ。あ、そうなの？じゃあ軽く考えるわ。まずはレギオンの扱いになれる。白髪のおっさんが何か言ってたぐらいに捉えるわ。おい、はい、引き続きやっていきましょう。ヒヤヒヤさせやがって。初めてにしちゃう上出来どころじゃないわね。隊長より全然うまく扱えてたんじゃない？めっちゃうまく扱えてた説。そんなわけねえだろ。おお、強がっていくマックスさん。それにしても最後の動き、まるでレギオンとお前がシンクロしたように見えたな。うん、それは見えましたね。わかりました。あ、それトランシーバーなのか。今の奴らで波は引いたようです。一度本部へ戻りましょう。ああ、一旦戻りますか。お前たちも一緒に来るんだ。説明は後にしよう。お、説明パートかな。あ、今回もアストラルチェインです。あ、言ってなかった。今回もやっていきましょうしか言ってなかった。アストラルチェインやっていきます。言えねえ。アストラルチェイン言えねえ。難しさがありますね。辛そう。とりあえず一番髪の毛が短くて一番肌が白いのだったので。おお、何これ。かっこいい。はい、セーブされました。お、指導。はい、レッドケース。何これ、コンプリート。なんか右下の犬腹立たしい。こいつめっちゃ腹立たしいやん。待って、アルノさん落ち込みで、ブルーケース、レッドケース。ああ、あれかな。要はレッドケースが絶対やんなきゃいけないチャプターのやんなきゃいけない内容ね。でブルーケースはなんか要はサブクエストみたいなことかな多分。あんまよくわかってない。今時のさ、ゲーム説明書がさ、ネットで見れっからさ、あの手元にないじゃん。だから読まないんだよね、なかなか。で有利守護って書いてある、あれ読み、もう全然わかんない。まあ、汚染除去率とか言われても、でも総合評価クリアだから、まあ、いっか。まあ、いっか。はい。ね、業績評価。あー、わかんねえ。ランク、ケイディット。読み方あんねえ。わかんねえけど、まあ、いろいろやっていくと成長していくんでしょう。え、プレイスタイルを変更できるようになりました。自由に切り替えることができます。まあ、まあ、普通レベルでやっていきますかね。はい、プレイスタイル有利。プレイスタイル有利って何？あー、簡単なやつと、バランスいいのとってこと？な、難しいのがこれね。ねえ、普通はこれってことね。守護モードを後からオンにできます。リザルト評価。リザルトで評価なし。あ、リザルトで評価なくなっちゃうんだ。こっちだと評価があるんだ。え、でも、え、歯応えのある、拮抗した。その場で復活できるのが2回です。復活の回数だけだったら、こっちにしたいけど、敵が強くなるんだったら、ぶっちゃけ長くなりすぎてもあれなんで、普通でやっていきます。すいません、普通でやります。はい。じゃあ次へ。あ、そうか、これで次のファイルに進むってやんなきゃいけないのか。はいはいはい。あ、違う、ノーじゃなくてイエスね。はい。UI かっこよ。プレイスタイル極限。あ、一番難しいやつかな。で、支給アイテムが回収ね。はい、わかりました。え、特務局入った。覚醒。やっていきましょう。目を覚ますこと、目が覚めること、迷いから覚め、過ちに気づくこと。ウィキペディアかな？ウィキペディアかな？はい、20時38分。屋上ヘリポートです。私で見えない。私今回から、この実況で私ちっちゃめにしてるんですけど、理由はなんか銃の切り替えのメニューが若干欠けるからね。待っていたよ、はい、ヨゼフさん。かっこいいよね、見た目ね。あ、司令官なの。研究長とかじゃないんだ。君たちは特務局ネオロンの隊員として選ばれた。はい。刑事局からの移動手続きは済んでいる。あ、もともと刑事局だったんだね。ユニオンの命令だ。君たちに拒否権はない。おお、これが国の強制力か。命令？うん、でもユニオンがそもそも知らんって感じだよな。一応俺はこの部隊の隊長だ。お、それに二人は俺の子供だ。あ、そうなんか。やっぱお父さんって言ってたし、相談してくれたっていいだろ。まあ人情的には良くねえよなっていう。ネオロンの隊長であれば
人類が置かれている状況くらい理解はできているだろう。まあそうだけどみたいな。気持ちはわからんでもないが、市場を挟む時ではない。まあそれが世界を守る組織だよね。わかってんだろうな隊長も。辛いっすね。お、生かすお姉ちゃんじゃん。さて、手短に。アリシアさんだっけ。はい。君たちを含め人類はこの危機的状況をゲートが起因となって発生した大気汚染によるものと認識しているはず。何言ってかちょっとよくわかんない。違う。無用の混乱を避けるためユニオンによって隠されてきたのだ。よくわかんないわ。ゲートの向こう、うん、別次元から現れた見えざる侵略者の存在が。ほうほうほう。我々は奴ら侵略者をキメラと命名した。要は別次元にキメラっていうやつがいて、特定の条件下において観測できた次元の歪み、それがキメラだった。ほうほうほう。その後私を中心に研究者が集められ対応方法を探ったが、キメラの進行はあまりにも早く、うん、止めることはできなかった。なんかこっちに来ちゃうようになっちゃったってことだよね。襲われて異形化した人々は異世界へと消えていった。ああ、異形化して行っちゃうんだ、そっちに。全体的な壊滅状態。生き残ったのはこの人工島アークに逃れた一握りの者たちだ。え、マジ？人類ももうめっちゃいないってこと？長く安息の地と呼ばれていたこの地も今や例外ではなくなりつつある。あ、もうだいぶ汚染されてるんだこの世界が。そのキメラによってね。全人類が異世界に飲み込まれ、やがて地球は滅亡してしまうだろう。あ、そんな未来を受け入れるわけにはいかない。まあそれをなんとかせんきゃと。我々は持ち得る科学技術のすべてを積み込み、ついにキメラへ反撃しうるシステムの開発に成功した。それがレギオン。捉えたキメラと使用者の精神をシンクロさせ、制御と視界の共有を可能とした最強の生態兵。視界共有とかもできんの。その名はレギオン。レギオン。君たちも先ほど身をもって力の一端を感じただろう。まあキメラの姿めっちゃ強かったよね。その目で見られるのもレギオンのおかげだ。なるほどね。誰でも使えるわけではない。な、視界の共有ってそういうことか。レギオンとシンクロできるのは君たちのような極めて限られた適合者のみ。あ、適合者だとあれが使えて視界とかもシンクロできるっていうことね。君たちは最後の希望として選ばれたのだよ。選ばれし者、佐々木。人類の未来を救ってくれたまえ。期待している。任せてくださいよ。彼に任せよ。彼とは？彼とは？お、ジンさんだっけ？ジンさん、ジンワン。かっこいい。先輩っすかね。久しぶりだな。マック隊長から警察官になったとは聞いていたが。あ、そっか。まさか、お前たちが選ばれるとは。結局、さすがは、なんだろう、あの場にいたのはたまたまなだけで同じチームではまだなかったってことだよね。まずは改めて、入隊を歓迎する。優しそう。隊長の気持ちもわからなくはないが、新戦力を得られたという意味ではむしろ喜ばしいことだ。あ、まあね、チームとしては嬉しいよね。レギオンの量産準備が整い次第、他の候補者たちにも順次支給される。後輩とかもできるんかな。指令の話、重く受け止めなくてもいいぞ。あ、そうなの。じゃあ軽く考えるわ。まずはレギオンの扱いになる。白髪のおっさんがなんか言ってたぐらいに捉えるわ。まあ、よくあんねんけど、とりあえず倒した印象みたいな甘く見るわ。そこで基礎から覚えてもらおうか。ありがてえ。やっぱ研修は大事よ。何事も研修しないとね。マックス隊長、通信に出ないな。あ、すねちゃった隊長も。仕方ない。二人で隊長を呼んできて。え、わざわざ行かなきゃいけないんすか。屋上にでもいるだろう。まあ感情移入今できてないだけでお父さんだもんね。すまないが、よろしく頼む。いいよ、行ってくるわ。そうだ。はい。署内の各フロアマップがレガトスメニューで確認できるぞ。へえ、あのレガトスってあの腕につけたやつじゃん。使ってみるといい。あ、方向音痴なんで助かるわ。助かりますわ。手錠みたいな感じなの視点のかっこいいなこのデザイン。レガトスメニューマイナスボタンのね。で可能ですよってことね。はい、オッケーです。
任意セーブ。あ、任意セーブとかもあるん。警察署内にいるときのみ、任意でセーブできます。あれ、要は、なんだろう、戦闘パートとかじゃないから、チャプターとかでうまく区切られないこともあると。で、地下2階の司令室にある自席。ここ?ここかな?地下2階の司令室、ここっぽくない?ポチッとな。はい、マップで、ヘリポートに向かうがこっちなんだよね。今いるのが、どれでわかるの?あ、下に書いてあるわ。地下2階って書いてある。久しぶりに会ったけど、全然変わってなかったね。あ、久しぶりなんだ。確か2年くらい前だっけ。あ、そんな前なの。任務で大怪我して入院した時、お世話してくれた上に私たちにご飯まで作ってくれて、優しいやん、めっちゃ。思い起こせば何かあるたびにずっとジンさんが面倒見てくれて、なんかフラグ感あって嫌やな、そういうの。今度改めて何かお礼しとくべきね。わかる、そういう人大切だよね。仲良くしたいわ。自席どれ?ちなみに俺の席どれ?ちょっとさ、ちょっとなんかケイさん、ちょっと私の席どこ?ケイワットソンさん、キメラ対策公務に担当してる人。こもりっきりだから外の情報教えてもらえると嬉しいかも。結構ゆるい感じだね。この人なんかだいぶ気になったんだけど、オリーブさん。今ちょっと話が、手が離せない。 OK です。あ、これか。これでセーブできるのかな。かっこいい。ファイルセレクト。ああ、そういうので前のやつもプレイできんのかな。経験値とか上げたければ前のやるとかできんのかね。で、アーカイブ系。で、プレイスタイルの設定ですね。で、セーブ。まあ、セーブは今いっかな。いいっすかね。まあ、カットしてやっときますわ、そういうのは。で、ヘリポートに向かうから、ダッシュ。ダッシュ。早い。早すぎる。こういうとこも見たくなっちゃうんだよな。おすすめは、おしるこピーチだよ。どういうこと?お、かわいい。購入借金?借金じゃないな。借り金?え?何これ、そういうのもあんの?え?買えるの?購入?換金も、換金って売るってことだよね。今お金いくつ持ってる ?6000 円持ってんのか。あ、そういうアイテムもあるんだ。リミッター回復とか。へぇー。ちょっと待って、間違えた。へぇー、いいっすね。アイテムも駆使しないといけない。なんか、罪悪感あるね、買わないと。じゃあ行こうか、普通に行こうか。お、トイレ。おいしょい、ダメか。やっぱ行きたくなるじゃん、行きたくなるじゃん、こういうのさ。しゃあないよね、許して、許して。エレベーター乗ろうぜ。お、わかりやすい。ここにちゃんとマーク書いてある。ウレピー。お、はやっ、はやっ。ちょっとエレベータートークしようかと思ったのに。ちょっと早いよ。ヘリーのところ、おっちゃん。おっちゃんおるかい。おっちゃんおるね。アリシアさんも一緒やん。何話してんの?あ、慰めてる?ロペスさんね。慰めてんの?やっぱ許せないか。やっぱ育て親なんかな、お父さんって、ギって字だったし。あら、二人してどうしたの?隊長探しに来たんやで。お父さんじゃない、あざといな、アキラ。お二人をあざといな。ルームに連れてくるように言われました。はい、そうです。ああ、さっきから無視し続けてる通信はそれか。で、どうするの、お父さん。お父さん、てめえにお父さんなんて呼ばれる筋合いはねえ。アキラ、お前もだ。仕事場では隊長と呼ぶように。な、 BGM 大きいかな。トレーニングならジンがいれば十分だ。まあ、隊長いなくてもいけるべ。俺がお前らに教えることは何もない。なんかセリフと BGM のバランスまだチェックしてないんですよ。収録だけしかしてないから。二人のことが心配で心配でしょうがないの。まあ、だろうね。余計なことばかり言うんじゃ。可愛いんだからマックス。あの隊長可愛い。なんだ。我々への指導こそ隊長が責任を。手厳しいじゃん。アキラちゃん手厳しい。面目丸つぶれ。手厳しい。とにかく前たちの教育係は陣に一任する。まあ、甘くなっちゃったりするからね。忙しいんだ。忙しいっていうことにしときましょう。あ、背中についてる。あ、みんな背中についてる。あ、そういうわけじゃない。悪いけど彼にいろいろ教えてもらって。了解です。なんで腑に落ちてねえんだ。わかるだろうお前。そんな若い、何歳の。なんだい、そんな若いか。そんなにかしこまらなくても大丈夫よ。私たち
もう同じチームの一員なんだから。じゃあアリシアちゃんって呼ぶわ。はい、ありがとうございます。じゃあアリシアちゃんって呼ぶわ。でもちゃんって呼ぶ感じじゃないな、正直このタイプの人。アリシアさんだなやっぱ。というわけでじゃあジンさんのところ向かいますか。アリシアさん、おお、ね、カットしようかと思ったら喋るね。隊長とも仲良さそうだったし。確かにね。というかジンさんといい、アリシアさんといい、隊長ってガサツで頼りなさそうに見えて案外人望あるのよね。なんか絡みやすさはあるんじゃない。ああいうのが隊長の方がいいでしょ。なんかずっとさ、メガネとかかけてさ、ピリピリしてる人、なんかすっごいかしこまる感じの人がさ、隊長より良くない？ああいうの方が。行くぞ、俺たちで世界を守るぜみたいな感じの方がさ、テンションは上がるよね。というわけでジンさんのところ行きましょう。あれジンさんかな、ジンさん、あ、じゃなかった。ロイとリーファ、ちょっと話しかけとくか。誰、初見、合点、新人隊員。なんていうの、なんて読むそれ。我、名、リーファ・マイヤーズ、好物、肉全般、君正直、少々実力不足、否、訓練継続推奨、我応援。こういうしゃ、オタクっぽい喋り方すんなよ。嘘中国語みたいな。やめて、嘘韓国語か。聞いてるよ、新人。僕はロイ・スチュアート。君のお父さんには世話になっている。ここに推薦してくれたのもマックス隊長なんだ。自分で言うのもなんだけど、実力が認められたのかな。とにかく、今後もよろしくな。ナルシストと見た。ジンさん、おらおらジンさん、おらごめんて。ごめんて、ジンさん。教えてください、なんか、いろいろと。準備はできているぞ。はい、いきなり出しちゃってごめんね。隊長とアリシアさんは、なんか来たくないって。その、隊長は全て先輩に任せると言っていました。はい、言ってました。あの人、意外に繊細だからな。まあそれがいいところでもあるんだ。ガサツって言ってたけどね、意外と繊細なのね。基礎訓練は俺に任せろ。お願いします。やりますか。ネオロン隊員に必要な残りの装備を渡しておく。お、何ですか、どんなやつ、なんだ、何渡された。お、背中についてたやつ。あれ、これな、さっき隊長背中ついてたよ。お、光った。なんすか。よし、問題なさそうだな。なんだろう、何今の。レガトゥスクレイドル。あ、背中に収納すんの。普段ずっと腕につけてるわけじゃないんだ。アイリス、3D 映像投影再現するコンタクトレンズシステム。あ、さっきのがそれか。つけたんだね。現場以外の場所ではそいつにレガトスをしまっておくんだ。あ、まだ要はずっと出しとくのもあれってことね。現実空間にいろんな情報を表示してくれる。かっこいい。トレーニングは専用の端末で行う。アイリスで端末の位置を確認してみろ。端末の位置とは何ボタン。プラスボタン。アイリスオンオフ。めっちゃかっこいい映像。オンにするといろんな映像が、開示され、行うべきことを確認できたり、目的地へのマーカーが表示されたりしますよと。情報の解析。あ、ターゲット合わすとキメラとかの情報もわかる。へえ、便利。ブルーケース。事件性の低い、あ、ブルーケースってそういうことね。要はサブクエストか。サブクエストができます。レッドケースはあのファイル終了までにやんなきゃいけないよってことね。で、ファイル、オブジェクティブは、ファイルを進行するため、これが必須なんだ。あ、じゃあ、レッドは、あくまで評価に関わるってだけで、まあ、必須かっていうとちょっと怪しいんかな。アイリス、来た。見えますね、なんだろう。専用の端末で行う。確認できたようだな。おぉ。じゃあ、端末を起動し、めっちゃ見える。されたメニューから、あれなんだろう。プログラムを選択してみてくれ。うん、多分、右側がジンさんのやつだね。自由にやってみてくれ。あ、マジそんなこともできるの。これはこれ何、なんかめっちゃ色しっかり映るけど何も出てこないな。今あれかな、これやれって言われてんのかな。じゃあトレーニングやりましょう。選択してみて。うん、いや移動はいいかな。レイオンでこ、レイオン移動かな。よし、始めよう。なんかそれより前はやったじゃん。もうはい、立ちます。よし、レギオンを操作して周囲に出現した
青いサークル全てを通過させるんだ。あ、通過させる。あ、レギオンをホールドするんだ。ホールドすると、あ、結構速い、しかもスピードで、しかもカメラ操作がさ、もともと R じゃん。だからカメラ操作が難しいわ。もともと R スティックを使ってカメラするからさ。これで終わりだ。次はどれをやる？それでレギオンが移動できるよって。放つのももう一回やっていいですか？もう一回やるわ。どういうシステムだかよく分かってない。あれ、強襲の意味があるんだね。なるほど。自分では攻撃しづらい高い場所や離れた場所にいる対象にも攻撃できるんだ。おー、すごい。だからオンにして、で、放つと。次はレギオンを引き寄せてみろ。レギオンが不利な状況になった際、あ、そういうことなの。レギオンに HP って存在するのかな。左上のやつだけ見るとなんかいいけどね。離して戻る。現場でも伝えたが、レギオンにはリミッターが設けられている。あ、これか。制限時間を示す。見えてなかったわ。このゲージがゼロになるとしばらくレギオンが使えなくなる。じゃあレギオンオフにしなきゃいけないの。こまめにクールダウン。あ、レギオンを消さないといけないんだ。知らんかった。さっきたまたまオフになってなかっただけ。するとリミッターゲージが回復するのが分かる。ちゃんと消さなきゃいけないんだ。難しいね。いろいろ見るところがいっぱいある。この訓練はこれで終わりだ。うん。で、移動とかプレイヤー攻撃はいいから、で、アイテムも X でしょ。レギオンで攻撃とかに行ってみる。始めよう。レギオン自動で攻撃してない。だって攻撃してみろ。対象に向けて話すか。近くに移動させると。やっぱり自動なんだ。攻撃してくれる。なるほどね。じゃあオンにしてロックオンして放って、で、俺とかは銃とかで攻撃してればいいかな。あ、銃で攻撃今できないわ。続けてもう一体行くぞ。マジ？あ、そういうことね。これ移動させてる間どうなんだ。こう移動させてる間攻撃しないんだ。なるほどね。でも俺攻撃今できないんだ。で、俺自体はこれで回避ができる。はいはいはい、理解しましたね。チェインバインド、かっこいい。やっときましょう。はい、ホールドしながら R で移動して、え、そういうことできんの？マジで？やろ。ストラルチェインで対象を拘束できる。はい、レギオンを操作し対象をチェインで囲むように移動させるんだ。なるほどね。で、まずはオンにしてホールドで移動して、こういうことよ。あ、難しい。こうで、あとしばらくこれで攻撃できるよってことね。一定時間動きを封じ、難しい。これを織りなすの。一方的に攻撃し大ダメージを与えられるぞ。戦闘以外にも逃げる犯人を捕らえたり、使い方次第でいろんな、そういうのもあるの今後。試してみるといい。楽しみ。はい、チュートリアルは私しっかりやるんで、ラストのやって、今日はラストのやって終わりにしようかな。ラストのやって終わりにしようと思います。はい、んと、ん、あ、間違えた間違えた、間違って B ボタン押しちゃった。チェイントラップ。はい。ね、いろんなゲームやってると、オンとオフがね。チェイントラップ。ホールドして、どういうこと？ああ、突っ込んでくるのに対して、あ、なにその、ゴムの紐みたいになるの。マジ？そんなことできんだ。面白いな。チェインを使ったアクションの、まず、はい。適正個体が突進攻撃してくる予兆を見極める。前のもいたよね。対象が突進してくる前にレギオンを操作し、チェインで受け止めるんだ。はいはいはい。受け止めに成功すれば跳ね返すことができる。へー、面白い。で、まず出して移動しよ。こう上行って。あ、でもできた。これさ、押し続けじゃダメな。その感覚を忘れるな。なんか一旦移動させたらそれ離さないといけない。多分押し続けでいいな。これで終わりだ。次はどれをやる。はい、というわけで今回はこんな感じで、あ、やべ、押しちゃった、また押しちゃったよ。はい、すいません、カットいたしました。というわけでチュートリアルを終えます。この、トレーニングを終了しますが、イエスね。このファイル中だとできないよってことね。これ以上は。お疲れさん。すっごい壁に寄っちゃった、すっごい壁に寄っちゃった。ネウロン単位につく諸葛修理応援要請あり。お、要請ですね。集合願います。マジセーブして終わりたかったんだけど。じゃあ話聞いて終わりにしますか。オリーブさんだ。ピンク髪の人だね。行くわ。
話聞きに行きましょう。お前たちもすぐに来いよ。オッケー。お、話区切れる。区切れるんだったらいいけど。またあんたと一緒か。いいじゃん、仲良くしようよ。毎日家でも顔合わせてるけど。いいじゃん。まあ改めてよろしく。かわいい。仲良く握手しようぜ。突然のことで驚いたけど、これはお父さんに認めてもらうチャンスでもある。あ、そういうプレッシャーもあるの。頑張って、そろそろ楽させてあげないとね。わかる、かっこいい。な、こういうのいいね。家族愛的なのもある。佐々木、完全に苗字みたいな名前にしちゃったけど、佐々木ハワードってことだよね、要は。はい、というわけで司令室に向かうんですが、今回はここら辺で終わろうかと思います。はい、チュートリアルもバリバリやってるのは、まあ、ちゃんと理由があって、まあもしね、プレイしたい人はぜひ買ってください。ぜひプレイしてほしいです、私も。はい、皆さんにぜひやってみてほしいんで、で、もちろん、もしそれで買うを、自分でやるをってなったら、これ以上実況を見ていただかなくても OK です。よかったら、みんなで一緒にね、アストラルチェインプレイしましょう。ではご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。